おはようございます。おはようございます。今日は朝早く来て、まだパセーラがオープンする前の静かな状態の時にちょっと収録したいと思います。はい、それでは今日はですね、このフォークなんですが、使い込まれたフォークで先がちょっとこう欠けてしまったっていうものの、まあ、簡単な修理方法を紹介したいと思います。まあ、このフォークを実際に修理するとなると、まあ、やり方の一つとしては、この欠けた部分にまた別の新しい木片をくっつけてやって、それで戻すっていう方法も、まあ、あるにはあるんですけど、これはやっぱり作業としてはものすごく難しい作業になって、専門的な技術も必要になってくるので、簡単に皆さんが自分ですぐできるっていうものにはならないので、なかなかこれはできないんですけれども、もう一つの方法としては、この欠けた部分のこの長さに合わせて、この長い、もともとあった長い爪の部分を削り落として、形を、長さを短くなった方に揃えてやるっていうことをします。まあ言い換え、まあ要するにですね、刃こぼれした、まあ、刃物、包丁とか刃こぼれしたのを研いで、そこの欠けた部分がなくなるまで研ぎ出してやって、そしてまたよく切れる包丁にするっていうふうなやり方と一緒で、フォークも欠けた爪の短い方に合わせて研ぎ出していって、また使いやすい状態に形を整えてやるっていう、そういった方法になります。ですので、まあ研ぎ出すっていうことは、まあ長かった部分を短くしていくっていうことなんで、最初の状態よりちょっとちびて小さくなっていくわけなんですけれども、まあ、そういった形の修理方法っていうのが、これはまあ割と簡単にできますんで、これのやり方を紹介したいと思います。で、実際ですね、使う道具なんですけども、ここに持ってきてあります。サンドペーパーを使います。まあ、実際使う道具はもうサンドペーパーだけでいけます。で、ここに今3枚置いてあるんですが、こっちの赤いのが120番、一番粗いやつなんです。で、180番、240番と、だんだんこっちに行くにつれて、目が細かくなっていきますですね。で、まずこっちの目の粗い方のサンドペーパーは、まず最初にこの大きく研ぎ出 ですね、長い爪の部分を短い方に削り揃えていくときに、まあガリガリとこう削ってやって形を整えるときに使います。で、短くした後も、その刃先というか、このフォークのつま先の方の形をですね、きれいに整えるのも、この粗めのペーパーを使って形を、いい形に揃えていくっていう作業をします。で、最後にその表面を滑らかに、なるべく滑らかにつるっと仕上げるのに、この目の細かい240番を使っていくことになります。で、そうですね、まださらに細かい320番とか400番とか、そういったものも合わせて使って磨いてやると、よりつるっと綺麗な表面には仕上がっていくと思います。というわけでですね、じゃあ実際にその作業をやっていってみたいと思います。さあ、ではこれから作業していきたいと思います。まずこっちからいきましょうか。これは結構短くなってしまった。で、まずここの長い方を、ここの同じ短くなった方と同じぐらいの長さまで削り出していきます。
でまずこういった平らなテーブルの上に、まあ、なるべくしっかりした硬いテーブルの上にペーパーをペタッと敷きまして、ここでこう爪を立ててですね、ガリガリと削っていく。ひたすらガリガリと。で、長い方がちょっとずつ削れていくので、で、この長い方が短い方と長さが合うところまでやっていってます。まあ、割とちょっとやれば割とすぐいきますね。で、まあもうちょっとかな、もうちょっと、長さが揃うぐらい。さあどうでしょう、こんな感じ。まあ割とすぐできます。で、ここをこう短くこう削り戻したっていうことは、先っちょがシュッと尖っていたのが潰れている状態になりますね。こういう状態なので、先をこう尖らせるために今度はこの周りを削って合わせていってやります。こう見えるかね、先が四角くなってますね。これをシュッとこう、まあ、鋭いような形にしてやります。これを研ぎ出してやるっていうことなんですが、この内側の部分と外側の部分をうまくバランスを見ながら削って先を尖らしていくようにしてやります。ちょっとずらします。まずはですね、このここの部分、内側の部分を削って形を整えてやりたいので、くぼんだ面になっているので、こういうテーブルの角を使います。角ね、テーブルの角にペーパーを置いて、こういう具合にこすって削っていきます。こんな感じ。そしたらまあ内側がちょっと削れるわけですね。ピントがなかなか合わない。こんな具合で、そしたら内側がスッとこう滑らかなカーブになるように、スッと滑らかなカーブになるように磨いてやることができたら、磨き形を整えることができたら OK です。で、今度あとまだ先っちょはね、四角く潰れている状態なので、映るか、状態なので、今度ここの外側も同じように削って、先が尖るような状態になるまで磨いて形を整えてやる。だいぶシュッと尖ってきたかなというところです。マスミト側はね、こんな感じシュッとなりましたね、これで。で、ここの横から見た
横から見た状態のこの先の鋭さっていうのはこれで整ったわけですね。そう、角でこういう内側を磨いて、あとは外側もこう磨いてやることでシュッと先が尖るような形にできました。でここで終わりじゃなくて、今度真正面から見た時に長さを切り詰めた分、真正面から見た時はちょっとこう四角くなったわけですね。先がちびて、ここもちょっとやっぱり尖らせたいよねっていうことであると、今度はまた同様に今度は横をちょっと磨いてやる。ここはねすぐ尖ると思うんで、ちょっとずつ。ほんであんまりピンピンに尖らしてもまたすぐ先っちょはピッとこうかけやすくなってしまうので、まあちょうどいいところを狙って、そんなに尖らさなくてもいいと思います。あのリンゴとかを食べるときにサクッと刺してこう抵抗なく軽い感じで刺さる程度に磨ければまあいいんじゃないかなと思います。そんな感じの目安、うん、この両側の外をこうやって磨いたので、外側の爪はまあこんな感じである程度先が尖ったような形にできました。この真ん中のやつはですね、ちょっとここを尖らせようとすると、今度はこのペーパーの方を持ってですね、ペーパーの方を持ってこの間に入れて、これでちょっと磨いてやるような感じです。もう本当先端の方をちょっとこう磨いて形を整えるだけなんで、そんなに力も入れないですし、ちょっとこすればすぐ形は作れます、まあ、こんな感じですね。ちょっとこうやってやれば、この粗いペーパーを使うんであればもうすぐ形を整えます。でやるとこんな感じで、まあそんなに鋭くはないけど先は形が整ったっていう感じですね。長さも揃って、で横から見ても、うん、違和感なく出来上がると。でまあ粗いペーパーで削り落とした感じなので、ペーパーをかかったところはちょっとあのザラザラっとしているので、この240番の目の細かいペーパーでその粗い部分を細かく滑らかにしてやるという感じですね。今度これやるときは、まあ、さっきはここペーパーを下に敷いてそのペーパーに向かってこう擦りつけるようにしたんですけど、あの仕上げの磨きのときはペーパーはこうやって適当な形にサイズに折りたたんであって、手で持ってでこの狙いのところにこう狙いのところをこう擦って磨いてやると、うん、でまあ形はもうほぼ出来上がっているので、表面のちょっとこう粗い部分を軽く磨いて滑らかにしといてやるっていう程度ですね。で角の部分とかもちょっとあんまりピンピンだと当たりがちょっと痛い感じがあるので、なるべく滑らかに。ピントがなかなかね自動だと、そうですね、で軽く磨いて滑らかにしてやったら
一応これで研ぎ出しは完了なわけですね。で、まあ、最後にオイルとかを塗っておしまいという感じですかね。それで最後に、まあ、こういったオイルをさっと表面塗っといてあげれば完成という感じです。オイルをペーパーに染み込ませて、まあ、さっと撫でてやるだけで大丈夫だと思います。まあ、この爪の間にも、爪の間もね、塗ってやって、まあ、ついでなんで、この全体にもこうオイルを補給しといてあげると、とてもまた調子よく、まあ、見た目も綺麗にね、しっとり感が出てくるので、まあ、こんな感じでオイルは全体に、まあ、何か気がついた時にでもこんな感じで軽く塗っといてあげたりするだけでもだいぶいい感じに育ってくると思いますんで、オイルはなるべく頻繁に塗ってあげればあげるほどいい感じです。で、まあ、一応これで出来上がりましたっていうところですね。こんな感じ、もう最初の状態よりも、まあ、爪は短くなってだんだんちっちゃくなっていくんですけど、こういった形でまた形を整えて使い続ける。で、まあ、またもしもね、また使っていてちょっと欠けたりしたらまた同じように研ぎ出していって、まあ、もしかしたらこう最初はこうスパゲッティとか食べるのに良かったようなフォークがどんどんちびていって短くなって、もっともっと使い込んだら最終的にはもうこの用紙みたいな一本の用紙っていう形になっていくとも考えられますね。そしたらせっかくなんでもう一個の方も、これはもう何回かもう削って調整はしたりもしたと思うんですが、これは研ぎ出しの時にこの両側の爪の方をだいぶ削ったんでしょうね。これね、真ん中は太いけど外側がえらい細くなってますね。で、まあ、ちょっと先の長さもバラバラになっているんで、先の長さをちょうどいいところに揃えてまた修正していきます。同じようにこうつま先をこすりつけて、ペーパーにこすりつけて、まあ、短くして爪の長さを、3本爪の長さを揃えてやる。さあどうでしょう。ざっとやって、まあ、大体こんな感じで。さあまた先っちょがちょっと潰れているので、先がそれぞれきれいに整うようにちょっと磨いてやる。今回ここ内側はきれいに揃っているので、外側のみでいいですね、これは。あんまし鋭くしすぎたらまたすぐ欠けてしまいやすいので、もう滑らかなカーブが出ればいいかなというところですね。それどうでしょう、こうこんな様子ですね。だいたいいい感じですね。そしたら今度正面から見た時のつま先の形を整えていってやると、まず外側はこう、
で、これ真ん中がね結構太く残っている状態なんで、真ん中のをこうしっかり目に削ってあげられれば全体的なバランスも良くなるかなっていうのがありますね。やっぱりこの辺大きめにもし削りたいっていう時は粗めのペーパーじゃないとやっぱなかなか大変な作業になるんでね、120番ぐらいのやつがいいと思います。でちょくちょくこう遠目に形をよく見てこんな感じかなっていうのをこう確認しながら、あんまり全体を確認せずにこうゴシゴシやりすぎると、あの形がねどんどん崩れていくこともあるので、まあ、この辺はやっぱりある程度慣れがね必要なんですけど、でちょっと削ってみてはまた全体を確認すると、この外側もあるかな、まあ、もちろんこの外側を磨くとき削るときもこうやってペーパーを持ってやってもいいですし、こうやって下に置いてこうゴシゴシっても大丈夫です。でまあそうですね、この爪のこの真ん中の爪の太さっていうのはやっぱこの根元の方までちょっとだいぶ太い状態になっているので、ここも細くしていこうと思うとかなりこれで削り落とさなきゃいけないので、まあまあのところで大体バランス取れてきたかないうところまででよしとしましょう。さあどうでしょう、こんな具合な。でまあこうやって形を整えまして、形が整ったらちょっと磨いて荒れた表面の部分を240番のペーパーでさっと磨いて整えてやると、まあこんな感じ。まあ結局今回この180番は使わんかったんですけども、まあこの粗めの120番と240番、細めの240番で大丈夫かと思います。まああと120がなくても180とこれでも、180と240の2枚だけでも大丈夫だと思います。さあ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 、これで形整う研ぎ出しが完了しました。でオイルを塗って最終仕上げ、よみがえるね、素晴らしい。このしっとり感がまた全体に戻っていくっていうのも非常に気持ちがいいですね、綺麗にね整いました。長さも揃ったんで、また気持ちよくお使いいただけると思います。こんな感じ、まあ、ぜひお手持ちのフォークで一つ爪が一つ欠けてしまったとかいうのがもしあったら、こんな感じでチャレンジしてみてください、うん、でまあ自信ないなっていう場合は僕に連絡していただければすぐできますんで、まあ、今日ちょうどパスエラで展示会もしているので、こういったタイミングの時にもしお近くの方でも
持ってきていただければすぐその場ですぐ調整もできますんで、ぜひご相談ください。それじゃあこんなところですかね。というわけでこんな感じで出来上がりました。こんな感じ。おー、いいね。シュッと綺麗に先も整って、またこれ使いやすくなりますね。こっちも、おお、いい感じ、いい感じ。まあ、こんな感じで割とすぐできますんで、ぜひチャレンジしてみてください、うん、でオイルも時々塗ってあげると一気にしっとり感が出てきて、さらにそのオイルが保護してくれるっていう効果もまたぐんと上がりますんで、ぜひ時々オイルも補給してあげたりしてあげたらとても調子いいと思います。それじゃあまあ今日はこの辺で、ではまた。パセラももうすぐオープンです。